今回ね、たくさんの人がプレゼントしてくれたので、どんどん紹介していきたいと思います。ちょっとお着替えをしてきましょうね。よいしょ。続いては、これかな。じゃあ、これを見て誰かわかるかな。ドドーン。立派な、立派な斧を書いてくださっいました。そう。そう、トトちゃん。トトちゃんに、お願いさせていただきまして。そう、トトちゃんが、なんか、時々、お絵描きしてるの、チラッと見てて、お、トトちゃん、お絵描きできるんだって思って、トトちゃんに、描いていただこうと思い、お願いして、なんと、お揃いの斧を、もらいました。トトちゃんからのメッセージは、誕生日おめでとうございます。これでお揃いですね、ソフィア先輩ということで、立派な斧を、もらってしまった。イエーイ。トトちゃんの斧が、斧の斧なので、この斧は、斧尾くんにしようかなって思ってます。おのの、さすがに名字同じは、ちょっと惹かれるかなって思ったから、おのおくんにしようと思って、おのおくんと名付けてもいいですかって、聞いたら、もちろんですって言ってくださったので、この子は、おのおくんとなりました。かわいくないですか？ちなみに、背中に背負うこともできるんですけれど。よいしょ。じゃじゃーん。背中に背負うとさ、めっちゃ強そうじゃない？素敵すぎる。いや、本当に、ありがとう。ありがとうございます。神すぎる。ありがとう、ありがとう。そして、トトちゃんへのお返しには、そのトトちゃん帰ってくれると思って、もう、先にお返しを用意してたんだけど、コロビットと斧コロビットと斧ずっと一緒に永遠セットっていうのを送りました肩に乗せてもよし頭に乗せてもよしなセット使っていただけると嬉しいなと思いつつはーい本当に可愛いありがとうございます本当に感謝そして後輩さんつながりで、よいしょ。もう一人後輩の方に、後輩と言ってもいいのかちょっとわからないんですが、後輩の方に書いていただきました。それこそ、特番で一緒だった方なのですが、わかるでしょうか？よいしょ。でございます。メッセージもいただいてまして。お誕生日おめでとうございます。いつか僕の任務の手助けをしてもらいたいので、敵にバレないよう顔を隠すための、わたくもくん、過去僕のお供、メガネを作りました。キャリーよろしくお願いします。それを置いといて、この一年が素敵な日々になりますように、またコラボなどご一緒できると嬉しいです。ペンタブが繋がらなくて、回してポチポチしてました。ということで、回して書いてくださったのですが、そう、任務いつかね、このメガネをかけて、任務のお手伝いをすることがあるのでしょうか？逆に目立つ？
いやそんなことないですよ。これでバッチリ隠れられると村雲さんも言っていらっしゃるので、きっと隠れられること間違いないでしょう。ということで、そんなね、お供のおたくもくんが大好きな村雲さんには、いつでもおたくもくんのことを考えられるセットをプレゼントしました。これやっぱりなんかメガネいただいた時もなんかすごいなと思ったんですが、改めてこうやって画面で見るとちょっとなんか面白いですね。絵面がすごすぎる。はい、という感じで、村雲さん本当にありがとうございます。そしてお、どんどん紹介していきますよ。